こんにちは。ナビゲーターの東條朝香です。南シナ海での中国人工島問題が現在各国の問題となっている。中国の香港を独裁として国家安全法が成立後、米国が本気というか、目を覚ましたかのように動き出した。これも米国の思惑通りではないだろうが、中国が香港を取りに来た。いや、焦ったのか、策略を見誤っているようにも感じる。中国以外の周辺国が一致団結し始めている状況を作り出した。英国もまた南シナ海に、クイーン・エリザベス空母を南シナ海に派遣が決まった。では、今回、このクイーン・エリザベス空母がなぜ派遣されるのか、詳しく見ていきたい。今そこで何が起きているのかを知るきっかけとなる。2020年7月14日のイギリスタイムズ紙は、同国海軍の最新鋭航空母艦クイーン・エリザベスを中核とした艦隊がインド太平洋方面に派遣され、日本やアメリカとの合同演習を実施予定だと報じた。さらに、その合同軍事演習には、日本やアメリカだけでなく、オーストラリアやカナダの参画も企図されており、アジア、太平洋地区における、中国海軍の牽制策の一環だとの見方が広まっている。クイーン・エリザベスは、クイーン・エリザベス級航空母艦の1番艦にあたり2017年に就役、2番艦である。プリンス・オブ・ウェールズも2019年末にすでに就役している状況だ。クイーン・エリザベスは基準排水量4万5000トン、満載排水量67,699トン、全長 284.0メートル、最大幅73メートルの艦容で、現在のイギリス海軍で最大の規模を誇る艦艇となっている。今回のイギリスタイムズ紙の報道によれば、航空母艦クイーン・エリザベスとしては初の海外航海がこのインド太平洋方面への派遣となると報じられ、かつ空母打撃群としての展開となるという。このイギリス海軍の空母打撃群はクイーン・エリザベスの艦載機として F-35B ライトニング2戦闘機を12機 ×2 個飛行隊の合計24機を搭載すると見込まれているが、同艦の最大搭載数からすれば約半分だ。加えて、空母打撃群を構成する他の艦艇としては、23型フリゲート艦2隻、45型駆逐艦2隻、輸送船2隻、原子力潜水艦1隻を含む全8隻となる予定だと報じられており、その艦隊規模の大きさにも注目が集まっている。今回のクイーン・エリザベスの艦載機運用については、共に F-35B ライトニング2戦闘機を持つイギリス空軍1個飛行中隊と、アメリカ海兵隊所属の隊とのいわゆるクロスデッキ運用となると見られている。この共同運用方式は、クイーン・エリザベスについて以前から取り沙汰されていたものだが、実現すれば、
日本も改修を実施する護衛艦。出雲、加賀の航空母艦化の。モデルケースタリエルとの見方もあるようだ。クイーンエリザベスと比較した場合、護衛艦、出雲、加賀は、さらに少ない F-35B ライトニング2戦闘機12機程度の搭載になると思われるが、航空自衛隊が同期運用を始めるまでの実証の意味合いもあるだろう。しかし、イギリスタイムズ紙のこうした報道を受けたイギリスは、このクイーン・エリザベスの空母打撃群のインド太平洋方面派遣の正式決定は2020年秋以降になると表明しており、確定ではないとも言える。ただこうしたクイーン・エリザベス空母打撃群の派遣はその後も常時実施される可能性があることをイギリス自体も認めており、このことから推察されるのはイギリスの対中国戦略の変化だろう。これは香港への弾圧を強化する中国の動きに、かつての宗主国としてのイギリスが強い危惧を抱いていることの表れだとも言えそうで、EU を離脱した同国のアメリカとの同盟強化の方針とも取れる。これら一連のクイーン・エリザベス空母打撃群のインド太平洋方面への派遣報道に対し、中国の駐英大使は同じく、イギリスタイムズ紙にその派遣中止を要請する声明を出している。同大使は2020年7月の初めにも、イギリスの5ギガ通信関連機器の導入において、中国のファーウェイ社を排除する動きに同活とも取れるコメントを発しているが、結果、イギリスはその方針を撤回しなかった。その意味において、中国は南シナ海をめぐるアメリカ、尖閣諸島をめぐる日本、カシミール州をめぐるインド、新型コロナウイルス問題をめぐるオーストラリアとの対立にイギリスをも加えてしまったと言える。反面、イギリスのこうした動きに懸念点が伝えられるのは、同国の深刻な経済状況の悪化であり、中国内の需要の減少はイギリス経済にも多大な影響を及ぼすとみられており、軍事予算の確保にも支障をきたす可能性が示唆されている。クイーン・エリザベス旧航空母艦の建造費は1隻あたり約4000億円以上とも言われており、さらに運用のためのランニングコストは膨大な金額になるとされ、この2隻をイギリスが維持可能かという指摘も絶えない。さらにイギリスが中国と対峙することのアキレス腱としては、自国内の原子力発電所の建設を中国関連の企業に依存している点も挙げられ、電力インフラの基盤を脅かされる事態であるとも言われる。もともとイギリスの現政権は EU からの離脱に際して同国が被る経済的損失を中国からの5ギガ通信設備関連の資金流入で埋めようと政治的に企図していた様子も見て取れたようにも感じられるからだ。イギリスが今後戦略的に中国とどう対峙するのか、
クイーン・エリザベスに見るアメリカとの共同運航が戦術的に成功するのか、2020年末にかけて徐々に明らかになっていくだろう。